様こんばんは、そちら側がお好き。私たちキャティビーンズの家からのこのこやってまいりました。皆様改めましてこんばんは。こちら側がお好き。あれですよ、自由席ですよ。あら、キーヌさん。私たちというか私、あ、私たち、そう、三重から来てるんですけれども、だいぶ名古屋の方、あの一直線に来れるようにはなりましたけれど、まだまだ道に迷います。人生にも迷いっぱなしで、もうそれはどこへ行っていいかわからない時もたくさんあるんですけれど、同じような人たちが同じようなことを言って同じ景色を見せるもんだから、何がいいのか悪いのか分からなくなって惑わされてます。もうそんな言葉聞きたくないんです。はい、わーぶっぶーぶ。
り着いた先はたくさんの生き物が集まる命の泉でした。Thank you.
との距離はなかなか難しいもので、ほんのこんな少し、こんな小さな1ミリでも近づけたら、どんなに世界が変わるだろうと考えることがあります。1ミリでも、1ミリ世界。
なこちらがお好き。CD が買っていただける CD がないんですけれども、実はあそこに無料でお持ち帰りいただける CD が何枚かな、7枚とか7枚くらいありますので、もしもし心の隅っこに残った方見えましたら、お手に取ってさっとカバンに入れて、ぜひお家でまたと思います。2曲目に歌わせていただいたワープループという曲と、4曲目かな、背中を向けてすみません、4曲目に歌わせていただいた鼓動という曲が2曲無料です、無料です、無料です。皆さん好きなやつです。そう、好きなやつですね、ほら、ですので手に取って入れてそのままお帰りになっていただくのもですし、ぜひまたお声かけていただければ嬉しいと思います。後でアンケートなどなどもお配りできたらなと思いますので、そこに皆様のここにいた証を残して、ぜひ残して届けていただけたらなと思いますし、さちさてもっちゃん、あ、もっちゃんドラムの宮本由香もっちゃんですが、そう、名古屋はですね、次いつ来るのかな、次はいつでしたかね、11月の20、来週じゃないか、あれ22、いい夫婦的な日ですかね、いい夫婦の日ですね、夫婦の方も夫婦でない方もない子でハマりましたね。ぜひ名古屋、きっと皆様名古屋の方かな、どうですか、金曜日です、確か、そう、金曜日、もしよろしければと思います。よし、どうだ、そう、もうね、最後だね、最後です逆ですが、最後はもう一人素敵な人生を感じる歌歌いさんが見えますので、皆様最後まで残っていただけたらとても嬉しいかと思います。元気ですか元気ですか、なんか声があんまり聞こえない、ちょっとしんみりさせてもらったかもしれないので、元気にいきたいそう、最後は明るい曲ですのでね、皆さんぜひ体揺らして心揺らして聴いてもらえたらと思いますのでありがとうございます。